特に美瑛は雪真っ白に、まあ、木がポツポツだっていうような感じは今まで見たことはないので、まあ、普段の住む場所にもこういう景色があるっていうのはちょっと普通では体験できない。一番猫。温度が下がってきた時は雪は湿ってないのでもうふわふわで気持ちいいですよ。大丈夫なんですが、注意点は2つだけ。バームクーヘンみたいにそうなってますよ。夏の景色もいいですし、でもその真逆の白の世界っていうのもあるので、特に美瑛は本当に四季がはっきりしてて、夏、秋、冬、春、どこ見ても飽きないです。